ウチョ、ボクンゲームでございます。ウィラプリ2019やっていきましょう。ということで今回はですね、お久しぶりのドリブル講座、約1ヶ月ぶりぐらいのドリブル講座ということでね、もう2019の終盤というか、ほんと10月にね2020アップであるんで、そこでねまたドリブルの仕様とかも変わると思うんですけど、2019のねドリブル最後まで全力で楽しんでいこうということで、今回はね今までのドリブルを少し応用した感じの新たな技を一つご紹介していきたいと思います。今回がダブルタッチをメインとしたねコンボ技というか、ダブルタッチのキレ&ね突破力上げたい方、なかなかこうスムーズに突破できないダブルタッチ使ってっていう方、ぜひですねご覧いただきたいです。ということでね、まず今回ご紹介するドリブルの技名が磁石ダブルタッチ。はい、ということで、まあ、ネーミングセンスがねだいぶ壊滅的な状況にはなっていますがね、まずは磁石ダブルタッチ実際にご覧いただきたいんですけど、こちらになります。そう、これノーマルダブルタッチあんま変わんないんじゃないって思った方ねいるかなと。そう、今回ご紹介する技の動きはもう細かい一瞬のちょっとしたところなんでね、基本的な使い方はノーマルダブルタッチと同じで、相手を引き寄せてねスキルダブルタッチ持ちの選手でドリブル進行方向に左画面フリックで、まあ、相手をかわしていくっていう、ここはね同じなんですけど、実はね今の動きに秘密が隠されてます。ということでここから操作方法ねやっていこうかなと。まず、ね、今画面にあるのが緊急停止プラスダブルタッチ。そう、一回止まってからねダブルタッチ入力で、まあ、自分も動画でよく使いますし、皆さんもね結構使ってる方多いんじゃないかな。最近特に動画で使用している緊急停止キックフェイントダブルタッチ、パスもらってね直接止めてゴンゴンっていうね、あの技もここから応用している技なんですけど、今の流れを踏まえてですね、緊急停止からダブルタッチっていうのは同じなんですけど、そこをねさらに応用した感じで、緊急停止でボールを止める際のモーションをキャンセルしつつダブルタッチ、これによってボールが足に吸い付きつつただ止まらないでダブルタッチ発動可能という磁石ダブルタッチ。もう少し詳しく話していきます。普通だとダブルタッチの前に緊急停止入れてるところで一回止まるんですけど、その止まるモーション、左画面をねタップしてすぐですねダブルタッチを行えばですね、緊急停止のモーションは入るんだけど止まらないでねダブルタッチ発動で、ちょっと緩急のついたダブルタッチが可能。ポイントとしてはやはりギリギリまで停止で足元にね両足のところ引き寄せてからのダブルタッチ、ただね止まらないっていうね。そこで両足が今スローでね拡大で見てもらうと分かると思うんですけど、揃った状態からのね、でネイマールとか特殊ダブルタッチも同様、両足ちょっと揃えながらただ止まらないで相手のね駆け引き緩急、イメージ的に言うとアイシールド21のねチェンジオブペース、小早川セナねだったり、回転に陸のロデオドライブみたいなイメージでグッグッみたいな。だからあれですね、緊急停止で一回止まってからダブルタッチ、まあ動画でこれね過去に、まあ、緊急停止キックフィンとかダブルタッチだったり出してるんですけど、それと通常のダブルタッチを足して2で割った感じ、足して2で割ったおかしいな、間ですね。その強さ的に言うと通常ダブルタッチとそこまで変わらないんだけど、結構局面のギリギリのところで言うと足元に引き寄せられてるんでね強いかなと。でこれ実際の、試合オンライン戦で、まあ、そちらもね融合させて通常ダブルタッチだったり、だいぶ簡単な今、通常のダブルタッチだったり緊急停止で、まあ、止まってダブルタッチ、これ今緊急停止で止まったやつで、この後ですねこれ磁石ダブルタッチいきました。ちょっとね、だってでまたこちら止まってダブルタッチで、またこちら磁石ダブルタッチみたいな。そう、この混ぜ合わせて使うの非常に強いんで、ちょっとまだダブルタッチのタイミングとかわからないっていう方はね、ぜひですねこちら停止のねタップからすぐダブルタッチ入力で、まあ、ドリブルのところやっていただくと、結構キレがね若干、まあ、停止通常よりもね確かにちょっとキレがある感じ、やりやすい感じあるので、使用感的に。そう、だから通常だとやっぱボール離れてるところでもダブルタッチ入力っていう、とか出てくるから、それに比べると足元にちょっと入るようなね、モーションを入れてるので、細かい部分で一瞬ねキレの部分良かったですよね。でここがまあサラのところで、これですね一瞬タップのところを入れてるんでね、ただ確実に止まってるっていうわけじゃないんでね、まあ、これまず通常のねキックフェイントで相手ベッカムかわした後、この後カンテかな、でカンテでここで止まらずに、ね、磁石ダブルタッチ、このちょっとタップを入れて若干止まるようなモーションを見せてるんで、そこからのねただまあ勢いは持ったままドリブルできると。でここがこれねキーパーもねちょっと突破したくてね、ゴール出すよね、ギリギリ間に合わない。これ最初はまずダイレクトダブルタッチじゃない、ね、停止ダブルタッチか、そこからですねここのラマスの前に入れてます、ワンタップワンタップから即ですねダブルタッチ で最後ファンダイクの足が伸びてくる。はい、ということでね磁石のように停止のねタップの方でモーションで足元に引きつけてからの磁石ダブルタッチでね、磁石引きつけてダブルタッチ、これをですねぜひ、
皆さん、使ってみてください。だから今ちょっと動画の方ではね、まあ、対人戦とか結構連打でね扱ってたんですけど、ぞっていうところで使ってほしいんでね、試合のところで、まあ、この緊急停止でタップ入れて止まらずに、止まるその直前のモーションでダブルタッチをね入れて、ギリギリ局面ぜひぜひかわしてみてください。体感するとキレがねよく感じるので、ぜひぜひ今回磁石ダブルタッチ使ってみてください。というかまあネーミングの方ね、ネーミングもちょっと募集したいと思います。なんかかっこいい技名とかあったらコメント欄にねガンガンよろしくお願いします。ということで今回久々のドリブル講座ね、ぜひ皆さん使ってみてください。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクープレイプロー。